介護の5予防の5で五房先生と申します。今回はスマホも体操ということで、第0話、なぜ私がそのスマホの教室を開くことになったのか、スマホ体操の魅力をね、まず第0話でお伝えできればなと思います。まずはじめに、今回この場所は暮らしの学校さんにご提供をいただいております。岡崎市にある暮らしの学校さんでは様々な講座をですね、行っているんですね。オンライン教室に力を入れてるっていうところがあります。とはいえ、いきなりね、 YouTube とか Zoom とか言われてもね、スマホを使ったことない方に関してはね、すごく遠くに感じちゃうと思いますので、今回のこの教室によってコツコツとね、そのスマホの知識を増やしていけれるとすごく嬉しいなと思いますね。スマホ使ってみたけども、あ、怖くてもう使うのやめちゃった、もう一度折りたたみ携帯に戻したわ、使ったことがないの、ね、いろいろな方がいらっしゃるかと思うんですけど、まずは触ってみるところが大切だと思うんですよ。触るところ、なぜ怖いか、触りたくないかっていうのはわからないことがあるからだと思うんですね。使うまでではなく、まずは触ってみるところまでをお伝えできたらなと思います。今電話があるからいいという方もいらっしゃるかもしれませんが、お金がねかからないんですよ。損得って言えばね、スマホの方が今ね、得の方が大きい、使えるようになった方が経済的にもねすごくいいというところもありますし、遠くにいらっしゃるご家族さん、また子供が生まれたよとかね、その成長の記録なんかもビデオとしてカメラとしてもね、すぐにその時間を、同じ時間を共有できることができるんですよね。そんなに難しくない、安心してください。あとね、知っておいた方がいいこと、これね、スマホの知識があった方が騙されにくくなります。知識をつけることっていうのは、まずそもそも予防になりますからね。とはいえ、苦手なのっていうところをね、苦手でも大丈夫ね、知っておくっていうのは決して損はないと思いますので、この動画をね、ぜひ介護予防教室だったりだとかクラブだったりね、もうできればもうスマホのね、ショップの店員さんが少しでもね、参考になったと言ってもらえたらね、すごく嬉しいなと思います。それでは行きましょう。スマホも体操。お疲れ様でした。スマホを触って介護予防。チャンネル登録をすると、この講座が見つけやすくなりますよ。それでは皆様、お達者でーす。